古城散歩伊豆市場、お城づくりは町づくり。江戸時代初期、各地で繁栄となる城郭整備が始まりました。まずは河川改修、上下水道ですな。築城は小出義秀、慶長5年。小出氏というのが初耳だったので、ちょっと調べると、秀吉のいとこで大阪城の修繕、清掃を担当していたらしいです。おっと失礼。本丸は一段低い場所にあります。有子山を削り取った段車は分譲地のような、段々畑のような、機能性と経済効率に優れた江戸期の行政府、法治国家、近代日本の始まりです。最上段には天守の代わりに稲荷神社が、稲荷神社から城下を。日本最古の時計台といわれる新興楼。いやあ、まずは伊豆市そばでしょう。伊豆市ではぜひ有子山に登ってください。次回有子山城でお伝えしますが、ちょっとだけ。田島守護、山梨時代、天空の